最近雰囲気が変わったという噂で持ちきりなんですけど、何かあったんですか？そうですね、ある人のおかげかな。どうしたのお兄ちゃん、そんなにテレビを睨んじゃって。ちょっと最近目が悪くなってきてるんだ。そうなの？ああ、都合の悪いものが見えなくなったり。なにそれ。着替え完了。リス、行くわよ。了解したわ、ご主人様。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。今日のお仕事はこれで終了っと。じゃあ、おやすみなさい。はぁ、起きなきゃ。今日、お母さんが試験の最終チェックをするって言ってたけど。アンズ、降りてらっしゃい。あと4日で8月も終わりね。うん。今日まで音を上げずによく頑張ったわ。辛いことも多かったと思うけど、その全てに意味があることを忘れないでね。うん、分かってる。それじゃあ、試験の結果なんだけど。自分で正直どう思う？私には女怪盗なんて無理かもしれない。そう。お母さんに憧れて小さい頃からずっと女怪盗になりたいと思ってたけど、私やっぱり普通に暮らしたい。それでいいのよ。え？今回の試験はアンズにそれを選択させるためにあったの。あなたが生まれた時、あなたを女怪盗にするべきかどうかかなり迷ったわ。私は女怪盗の仕事に誇りを持っていたし、不満はなかったけど、辛いことも多かった。あなたには素質があったからそういう風に育ててしまったけど、最後の判断はあなたに任せようと思って。そうだった。別に私の代で女怪盗が消えても構わないわ。ご先祖様にはちょっと申し訳ないけど、許してくれるでしょう。ごめんね、お母さん。謝ることはないのよ。あなた自身の言葉で普通に暮らしたいと言えたならそれでいいのね、お父さん。え？残念だけど父さんはちょっとほっとしたよ。お父さん。ただいま、アンズ。バカ、今までどこに行ってたのよ。私ずっと会いたかったんだから。何言ってるんだ、ずっとそばにいたのに全然気がついてくれないんだもんな。これでどうだ。お前は先生が昔好きだった人に本当にそっくりだよ。もちろん今も好きだけどね、母さん。はいはい。佐藤先生？
もしかしてずっと変装してうちの学校にいたの？そうだぞ。西蘭高校の理事長は昔とある事件でちょっと世話したことがあってね、すんなり雇ってくれたよ。なんで？なんで近くにいたなら帰ってきてくれなかったの？私が杏の試験が終わるまでは帰ってこないでって言ったのよ。父さんがいると杏を甘やかすからダメだって言うんだよ。なんとか佐藤先生としてそばにいることだけは許可してもらったけど。そうだったんだ。それとな、母さんが引退して杏の教育に専念している間も依頼が絶えなくて、しょうがないから父さん一人で頑張ってたんだぞ。父さんだって帰りたかった。そんなこと言って実は一人で羽伸ばしてたんじゃないの？やだな母さん、そんなことあるわけないじゃないか。それとね、今回の試験のターゲットを選んだのもお父さんなのよ。そうだよ、何せ杏の婿候補だもんな。選ぶのにはかなり時間がかかったよ。婿候補？お父さんは私の試験のターゲットだったの。お父さんは怪盗プラムドのパートナーになってくれて、ずっと一緒に仕事をしていたの。今回あなたに5人のターゲットを選んだのは、その中から怪盗アプリコットのパートナーを見つけてほしいという意味もあったのよ。そうだったんだ。あなたが普通に暮らしたいっていうのにはそれなりに理由があると思う。誰かずっと一緒にいたいと思える人は見つかったかしら？うん、私スオ君が好きなの。そうか。どうしよう。次にアプリコットで会うときに私の正体を明かすって約束したのよね。それに青木さんとのことも気になるし。どうしたんだ？うん、何でもない。まあ頑張れ。周防に杏を取られるのは悔しいけど、父さん応援してるぞ。ありがとう、お父さん。スオ君に伝えた方がいいのかな。私が女怪盗アプリコットでもう彼女が現れることはないんだって。何も言わずにアプリコットがいなくなったらきっと心配するわよね。あら、どうしたの？そんなところで。杏で本当のことを言った方がいいかな。それともアプリコットでスオ君の家に行く？ちょっとヒースにお願いがあって。そう、もうあまり遅くまで起きてちゃダメよ。はい。ヒース、手紙をスオ君のところに届けてもらえるかな？了解したわ、ご主人様。望月、何やってるんだこんなところで。読んでくれたんだ。お前が出したのか？明日の夜10時にここに来いっていうあのアプリコットからの手紙。うん、そうじゃないかと思ってた。気がついてたの？最近
やっと気がついた。ごめんね、騙すつもりはなかったの。だって私、突然スオー君がターゲットだって言われて。分かってるよ、お前がそういうやつじゃないことくらいは。それにこんなことでもないと、お前は俺にとって永遠に放送部だったと思うし。怒ってないの？怒ってねえよ。前に言っただろう、お前、俺がプラムドに選ばれたことには感謝してるって。俺も同じ気持ちだ。そう、ごめん。泣くなって。俺、お前に泣かれると。私ね、怪盗失格になっちゃった。え？失格？今回の試験は私の怪盗アプリコットのパートナーを選ぶためのものだったんだって。だけど私、今回の試験でやっぱり自分には怪盗なんて向いてないって分かったの。望月、ごめんね。私、いっぱいスオー君に迷惑かけて。怪盗になるのをやめたらお前は何になるんだ？え？何も考えてないのか。私、ずっとお母さんに、怪盗プラムドに憧れて自分は女怪盗になるんだって思ってたから。じゃあ、俺と一緒に何か新しいものを探そうぜ。スオー君、俺も実は夢があったんだよ。だけどやっぱり俺にはちょっと無理だ。え？でも別にそれ以外でもいいかって。お前といる方がなんか面白そうだし。面白いって何よそれ。そうそう、お前はそういう顔をしてる方が似合ってる。でも本当は俺、お前のああ、くそ、やっぱりダメだ。そうか、私の途中で突然帰って、今度は行方不明？何すんねん！部外者は立ち入り禁止やって！うるせえ！いいから貸せ！あ、ちょっと！スオ君と、リョウコちゃん？学校内にいるな、望月。お前に言いたいことがある。ずっとうるさくてしつこくて迷惑なやつだと思ってた。すぐ怒るし、すぐ泣くし、俺はそういうのが大嫌いだったんだよ。だけど知らないうちにお前の笑顔を見るとホッとする自分がいた。一緒に喫茶店でバイトして動き回ってるお前を可愛いと思った。スオー君、アンズ、何ボケっとしとんねん。早くあいつを何とかしてや。リョウコちゃん、うん、分かった。気がつくと俺はお前をずっと目で追ってた。すげえ綺麗だと思った。別に顔がとかそういうんじゃなくて、もう
なんて言ったらいいかわかんないけど、とにかく俺はお前が。お前が目の前にいるとなんか緊張しちまうんだよ。でも言えてよかった。お前のもっといろんな顔が見たい。泣いてても怒っててもいい。そりゃ笑ってるのが一番好きだけど、俺まだ全然ガキだけど、ずっとお前を見ていたい。守ってやりたい。一緒に探そうぜ。何か楽しいことをさ。今日は時間通りだったな、アンズ。やってきた？昨日出たレポート。まさか、また見せてくれって言うつもりじゃないだろうな。だって、他の科目だけで目いっぱいで。お前な、俺と同じ大学入れるだけの実力があったんだから、それくらい自分で何とかできるだろう。
械の採点ミスかまぐれだったんじゃないかなって最近思うんだけど。おいおい、あー、またスオーとモチヅキがイチャついてる。朝からお暑いね。せで、レポートは？うまいな。じゃあキス1回で。アホか！あー、待ってよ、アツシ。追いついたらミスでやるよ。だわね。そういえばこいつ足早いんだった。早く逃げた方がいいんじゃない？じゃあ、10秒半で。わかった、稼るわよ。